皆さんこんにちは。高島美里の今すぐやれ、今日から私も幸運体質ナビゲーターの関根美代子です。今回は第1回、双子育児中に社長になった高島美里って誰？と題し、当番組のパーソナリティを務める高島美里さんよりご自身のプロフィールを中心にお話しいただきたいと思います。高島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高島さんは現在双子のお子さんの子育てと社長業を両立させていらっしゃるんですが、まずは高島さんがもともと何をしていたのかを聞かせてもらえますでしょうか。はい、私、大学卒業後一回も就職経験がないんですけども、はい、まず最初は予備校の数学の講師になったんですね。いろいろ社長になりたいなっていう気持ちはあったんですけど、やっぱり勤めたら朝早いじゃないですか、はい、低血圧で朝起きられないからちょっと勤めたくないなとかいうのもあったし、それにこう勤めてこう人にあれこれ指図されるのを我慢できなかったのでまあとりあえず朝じゃない仕事ってことで、はい、予備校講師かお水しか なかったんですよ。その選択肢が。で、予備校講師の方が、ね、時給が高かったんですよ。そうなんですか。はい。で、当時結構すごいお水の勧誘されて、で、お酒飲めないので、はい、ちょっとなと思いながら、もう一応ちょっと興味津々で、どんなことやるのかなとか、時給とか聞いたりして、はい、そしたらね、時給3000円だって言われて、はいはい、で、予備校講師の方は、結構、1万円とかいいんですよ。時給が1万円、うん、そうなんですよ。へえ。でそれもやっぱりすごい試験とか200人受けたうちの1人とかそんな感じで選抜あるんですけど、うん、でもすごくラッキーなことに採用されました、うんうん、で予備校で数学をしてたんです、うん、でその後いつか起業したいなと思ってたんで、うん、いろんな職種を経験したいなと思って、でその間当時株式会社を起こすのに1000万円資本金が必要だったんです。今1円でできますけどね、うん、なんで、1000万円貯めなきゃいけないなってことで、時給の高い数学講師やりながら、うん、お金貯めながらいろんなことしてたんですよ、うん、で大学受験の数学をしたんですけど、その中でいろんなお母さんたちに相談を受けたりとかしているうちに、ひょんなことからカルチャーセンターの講師してくださいっていう依頼があって、でカルチャースクールの講師なんかもちらほらとやるようになって、でそれも特に自分の専門じゃないんですけど、やってくださいって、先生の教え方がいいのでやってくださいみたいな感じで言われてから、そのものを覚えるみたいな後付けみたいな感じでどんどん仕事が広がってきまして、でやっぱ講師業ばっかりやってても視野が狭くなっちゃうなと思ったんで、いろいろこう物を売るって仕事をしてみようかなと、やっぱなんか将来に役立つだろうなと思って、うんうん、